皆さん、パラレルワールドは知っていますか？私たちの世界と並行する無限の別世界が存在していて、そこにはそれぞれもう一人の自分が存在しているそうです。今日のお話はそんなもう一人の自分に接触してしまったお話です。その日はとっても暑い日で、どうにも寝苦しくってなかなか寝つけず、暇を持て余した私はこっそりママの iPhone を借りて YouTube でも見ることにしました。よし、その時不意に鳴った電話をもしもし思わず受けてしまったのです。あ、本当に繋がった。もしもし、私カノンよ。あなたもカノンでしょ。驚いたことに電話の相手は別次元の私だというのです。最初は不審に思った私ですが、家族や自分自身のことなど全て自分のものと一致したため、本当にもう一人の私だとすぐに確信しました。きっと明日はパパがスイカ買ってきてくれるよ。本当に、やったー。そしてどうやら電話の向こうのカノンは、私が過ごしてる時間より3日未来の世界にいるようなのです。スイカ買ってきてくれたわよ。わーい、スイカだー。未来のカノンが言ってた通りだ。その日の夜も未来のカノンからいろいろ教えてもらいました。本当にスイカ買ってきてくれた。明日はね、リンタンがジュースを焦がして泣いちゃうから助けてあげてね。うん、わかった。ジュース入れたわよ。わあ。はい、ありがとう。よしよし。ところが、その夜はいつもと様子が違っていました。リンタのジュース大丈夫だったよ。よかった。それじゃあ明日はね。あれ、もしもし、どうしたの。もしもし、もしもし、何があったんだろう。翌日、未来のカノンから電話はありませんでした。やっぱり何かあったんだ。未来のカノンから別次元の自分への電話のかけ方を教えてもらっていました。ただ自分から電話をかけても、それは過去の自分につながってしまうので、未来の自分にコンタクトを取ることはできないのです。どうしていいのかわからないまま、ただ時間だけが過ぎていきました。なんでもない。そしてついにその日が来てしまいました。今日は未来のカノンの連絡が途絶えてしまったあの日です。これから私の身にも何かが起こるのでしょうか。恐怖のあまり小さな物音にもビクビクしてしまいます。音、そういえば。それじゃあ明日はね。あれ、キャー。そう、確か玄関を開ける音が聞こえていた。玄関の鍵。わっ、キャー。あー、よかった。
カナでね、私は未来のカナなの。3日後の今、何者かが家に入ってこようとするから絶対鍵を閉め忘れないで。鍵を閉めるだけじゃダメだったんだ。何今の電話。パパ、ママ、変な電話かかってきた。どうか私の行動が少しでも未来を変える力になりますように。楽しいこといっぱいしよう。